はい、皆さん、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか ?How are you doing there?And this is CS2 Talk Wave.I'm here with you and Masaki Sege.Thank i you very much. さあ、えー、今日もですね、CS2 Talk Wave 行きたいと思いますよ。第52回、3月でございますね。3月3日、えー、ね。 ひな祭りの日でございますがまあこの辺ではねちょっとねあのタイミングがずれますがまあ子どもの日もね、えー、同じですやっぱりね、えー、子どもさんたちのですね成長を願うっていうのはもうこれはもうどこの国でも同じでございますねまあでもタイね,、まあ、ね僕たちはたまたま日本に生まれてねここでね生活をしてるわけなんですが。 子供たちの平和を、ねえー、願ってやままないい CS トイズでございます <laughs>、えー、やっぱりねおもちゃを売るっていうことはですね僕たちにとってそのもちろんビジネスという部分もあるんですけどそれ以上にですねやっぱりあのー。 いろんなこのおもちゃが託してるメッセージっていうのをこれをやっぱ配達配達っておかしいですけど、伝えていくっていうかお届けするというかそういうのはとても大事なことだなといつも思っております。えま、もちろん僕たちはね。海外に輸出をしているのが、ほとんどもう99%と言ってもいいでしょう海外輸出がもうメインなんですけど海外のお子様。またそれから大きなお子ちゃま。もう <laughs>。 えー、含めてですね、あのー、日本のスーパー戦隊もしくは仮面ライダー、ね、こういった特設のヒーローたちが持ってるメッセージっていうのをいつも伝えたいなっていうふうに思ってますよくいらっしゃるんですよ、あのー、おもちゃくださいっていうね海外のお客さんがいらっしゃるのでくださいっていうのはちょっとねどうかなとか思うんですけど、えー、時々ねそ,のそれはどういう時かっていうとね、あのー、おもちゃだけに見てる人たちがいるんですよ。 でそういう人たちに出会った時にです、ね、あ僕たちはまだまだ、ね、頑張らなきゃダメだなっていうふうに思っちゃうんですね。で何かっていうとやはりあのヒーローが持っているメッセージっていうのをおもちゃにどこまで託してね僕たちがお届けできるかっていうのが一つの、ね、大事なところだと僕たちは思ってるんですけどね。でそういうわけでですね、まあ、あの今始まっておりますが、えー、列車戦隊、ね、特急車でございます。 まあ、もちろんね、えー、もう皆さんのストーリーの展開とかね、えー、今、楽しんでいらっしゃる時だと思いますしまた新しいシリーズが始まったということで、世界中でもです、ね、皆さん注目をしております。えーまあ、その中にあって、今回のテーマは、まあ、もちろん鉄道ではあるんですけど、キーワードとしてくるのが出てくるのが、ね、イマジネーションですね。えー、関根さん、ん嬉しいですね、なんかね、僕たちの,その、ね、若い頃のその、ねえー、活躍、まあ、もちろん関根さん、今も活躍されてるんですけど。 あの頃の頃、ねえー、若い時の関根さんを知っている世代の人にとってはわあ関根さんが出たとかと思ってすごく嬉しいんですけどね彼が「イマジネーション」っていうふうに、ね、叫んで番組中ではね使っておるんですが、まあ、いわゆる「えー、空想力」「想像力」っていうふうに言った方がいいんでしょうかね。あのー、番組中の中でもそうなんです、えー、ヒーローたち、まあ、この戦隊の、ね、特急車たちもですねイマジネーションっていうのを非常に膨らましてから戦うっていうのが ね、いろろんなところで出てきます特に僕は非常に気になっているのはピンクだったかな列車、えーとえー、特急5号だったんですかね、えー、女の子だったと思いますね特急5号だったかな彼女がですね、えー、すごくその最初は気弱なんです変身しても、ね、気弱なんですよね。でいろんなその悪いやつにこ、ね、あのガーッとこう集められてこう追い込まれた時にです、ね、私は強いんだ私は強いんだっていうふうに自分に言い聞かせた後にですに、ね、パワーアップするんですよね。 その姿というのはねなんかねこう自分が見ててもねあなんか気持ちわかるわっていうのがなんか共感できるんですよね。で、まあ、前編を通じて、まあ、あの子どもたちに届けてるメッセージっていうのはやはりその想像力を持ってほしい自分の空想力っていうのを保ってほしいっていう願いがですねいろんなところにこうちりばめられてる番組なんですよ。僕はすすごくいいと思いますね あのー、まあねちょっと僕たちその大人としてね、えー、見てる時にですね僕はねいつもこのまあもちろん仕事で必要だしあの番組をね見てるんですけどでもやっぱり楽しんでますねで、えー、何が楽しいのかなってちょっとふと思った時にね冷静に考えた時に単純にね子供たちのその視線であのー、すごくわかりやすいメッセージを出してくれてるんですよ。 いわゆるその大人が見るテレビ番組っていうのは非常にそのなんかストーリーがあらすじとかがさすごく入り組んでてでなんて言うんだろうあのこの僕たちがふほぼ日常生活ですね大人で日常生活として経験するだろういるいろんなね嫌な部分っていうのを見ますよね。でそういうのがその番組の中にちりばめられて,てかなり生活感があるし分かるわっていうのもあるんですよ。でもね同時に 子どもの視点,視点で大事なそのメッセージっていうのがちょっと時々大人の番組っていうのはそれが欠けてることがあると思います。で大人ばっかりが見てるんでまあ大人の番組なんですか当たり前でいいんですけどでも僕たちがそのほ,ほぼね毎日普通の生活をしてる時に本当に中心にあるのは大人じゃないんじゃないかなって僕は時々思うことがあるんですよね。特におももちゃを扱ってるかからそう思う思のかもしれないけど 改めて子どもたちのね見て,見てるその、まあ、特撮の番組とかって見る時にそのシンプルなメッセージ、ね、例えば、えーね、仲間を大切にしようと絆を大切にしよう、ね、それから、えー、何だか弱い者い,いじめはしない,ってい、ね、で自分に正直に生きようとかね、えー、なんかそういうメッセージっていうのが随所に、あのー、こうあ入ってるんですよ。これは、ねあのー、大人であったらその 当然じゃない分かってるよっていうふうにあの思うかもしれないけどでもそうですかどうでしょう皆さん皆さん子どもの頃に感じてたそのいろいろドキドキしたりワクワクしたりいろんなちょっとした些細なことでもこう感動したりわーとか喜んだりとかねそういったことっていうのは実は大人になってしまった時にねテレビを見たりとか映画を見た時で,時でないと出てこなかったりとかね。 泣けななないいい自分みたいのあるじゃないですかだかそういうのがねちょっと大人になることだとしたらちょっと僕はね寂しいなと思うしでお子供たちの見てるテレビ番組に入ってる、ね、あのメッセージっていうのがもっとね別にその、ね、子供の心をもっと持った大人にとかってそんな気取ったものじゃないと思うんですけどでも僕たちはやっぱり。 ね、子どもの頃の自分を忘れたわけじゃないと思います。やはり僕たちの中心にあるのは自分のあの頃の、ね、思い出だったりあの,頃のあの頃の強さであったりあの頃のワクワクした気持ちであったりそういうものを大事にして今の大人があるわけなんでやはり、あのー、時々にねこういう番組見てメッセージ伝えてるメッセージはどんなものかなっていうのはね感じてもらうといいんじゃないかと思いますね。 まあ偉そうなこと長く言ってますけどね、えー、何のことないあのスーパー戦隊の番組見てね,ねうるうる涙流してるのは私なんですけどね「この番組面白い!」って「いいねそれわかるわ!」とかってねダメですよね涙ぐんでたらね50の男が。<laughs> いいんじゃない <laughs>、はい、ということで、えー、今日の CS トスクウェーブねこの後もガングレビュー、えー、いろいろとね、えー、ご紹介していきたいと思います。